スペース X CRS-1 は、スペース X 社のドラゴン無人宇宙補給機の3回目の飛行、SPX-1 とも、ファルコン9ロケットの4度目の飛行であり、スペース X と NASA の商業補給サービス契約の最初の時運用であった。2012年10月7日20時34分に打ち上げられた。2012年5月、CRS-1 ファルコン9が、 ケープカナベラル空軍基地に搬入されたことが報告された。CRS-1 ドラゴンは2012年8月14日に搬入された。2012年8月31日、CRS-1 ファルコン9のウェット、ドレスリハーサルが完了し、9月29日に性的燃焼試験が完了した、これら両方の試験はロケットの積み込み部に、 ドラゴン宇宙船が取り付けられていない状態で行われた。計画は2012年10月5日に打ち上げ、準備評価に合格した。打ち上げは2012年10月8日0時34分に行われ成功理に ISS と会合する軌道に投入された。打ち上げの間、飛行中に9機のエンジンの1機が突如80秒程度圧力を失い、 エンジンの即時運転停止が発生した。夜間打ち上げの遠望映像には破片が見られた。残った8機のエンジンは長時間燃焼を続け、飛行制御ソフトは正確な低軌道の近くにドラゴンを投入すべく軌道を修正した。CRS-1 ファルコン9の打ち上げメディアを再生する CRS-1 ファルコン9の打ち上げの動画 NASA が事前に発表したミッション計画は以下のようなものであった。打ち上げ1分10秒後で音速を超える。それから10秒後までに最大動圧領域を通過する。打ち上げ後2分30秒頃に加速を和らげるために9機の第1弾エンジンのうちの2機が停止される。9 0トルの高さで音速の10倍に達する。すぐ後に、 1> 第1弾の残りのエンジンもすべて停止する。エンジン停止、メインエンジンカットオフ。MECOO の5秒後、第1弾を分離。その7秒後、第2弾のマーリンバキュームエンジンに転換。第2弾エンジン転換40秒後、フェアリングをパージ。打ち上げ9分14秒後、第2弾エンジン停止。その35秒後、ドラゴンは分離され、初期軌道に投入される。 ドラゴンは初期軌道に投入された後、ソーラーアレイを展開し、ランデブーに必要なセンサーと端固定具を保護している誘導後方制御米のドアを開く。ISS へ接近する CRS-1 ドラゴンは ISS を追いかけながらコッツ超高周波通信装置を使って UHF 通信を確立した。また、ステーション搭載のクルー指令パネルを使って 長期滞在のクルーが近接を監視した。クルーにとってドラゴンに指令を送るための能力はミッションのランデブーと離脱に際して重要であった。最終接近の間、行動判断はヒューストンミッションコントロールで行われ、放送のスペース X のチームはステーションから250メートルの位置まで近づける別の制御を行った。 この距離でドラゴンはライターと熱画像などで構成される近距離誘導システムの利用を開始した。システムはドラゴンの熱画像とドラゴンが受け取ったライター画像の比較によってドラゴンの位置と速度が加速していることを確認した。ジョンソン宇宙センターの国際宇宙ステーション飛行制御室の NASA の飛行制御チームの支援のもと放送のドラゴン飛行制御チームは宇宙機に 現在の位置から宇宙ステーションに近接するように指令した。ヒューストンと放送音チームによって、さらなる行動判断が行われ、侵入禁止範囲への侵入が許可され、ドラゴンはステーションから30メートルの位置に自動的に進み、この行動が完了した。ドラゴンは10メートルの捕獲地点の位置に進んだ。最終的な行動判断が行われ、ヒューストンコントロールセンターチームは、 ドラゴンの恥を行うクルーに通知した。第33次長期滞在のクルーで、JAXA の星出秋彦は17.6メートルあるロボットアームのカナダアーム2を使って10時56分にドラゴンを恥した。星では第33期長期滞在の指令で NASA のスニータ・ウィリアムズの協力のもと、ドラゴンをハーモニーモジュールの地球に面した側に移動させた後、ウィリアムズと 星では持ち場を代わり、ウィリアムスが13時3分にドラゴンをハーモニーの共通結合機構に係留した。ハーモニーとドラゴン間のハッチの解放はもともと10月11日に予定されていたが、繰り上げられて17時40分に行われた。キューポラから見た CRS-12012 年10月14日それからの2週間半、ISS のクルーは、 ドラゴンの搭載貨物を ISS に降ろし、地球へ戻す荷物をドラゴンに搭載した。軌道実験室でのミッション完了後、新しく訪れた第33次長期滞在のフライトエンジニアケビン・エイフォードがカナダアーム2を利用してハーモニーからドラゴンの経流を解除し、CRS-1 は15メートルの解放位置まで移動させて解放された。ドラゴンは3回のエンジン燃焼を行い、 ステーションから離脱した。ドラゴンがステーションを立ってからおおよそ6時間後、10分間の軌道離脱噴射を行った。ソーラーアレイなどが取り付けられているドラゴンの後部のトランク部はこの時放棄された。港に戻ってきた CRS-12012 年10月30日大危険再突入時の着陸はドラコスラスターの自動飛行で制御された。慎重に 時系列順の要素がこなされ、安定化と減速のために13,700メートルの高度で2枚の減速用パラシュートが展開された。減速用パラシュートの完全な展開が引き金となって3,000メートルの高度でそれぞれ35メートルの直径を持つ3枚のメインパラシュート解放された。減速用パラシュートは、 宇宙機から切り離され、メインパラシュートがさらに宇宙機の降下を4.8、秒速5.4メートルの速度に遅らせた。ドラゴンはもし、メインパラシュートの1枚が失われたとしても、2枚の残りで安全に着陸可能であった。ドラゴンのカプセルは、南カリフォルニア海岸の450キロメートル沖の太平洋への着水が予想された。スペース X は、 A フレームやクレーンを装備した30メートルほどのボート1層、テレメトリを運用する27メートルの乗員ボート1層、7メートルほどの高質船体ゴムボート2艘などを回収任務に利用した。これらのボートにはエンジニアや技術者、約十数名だけでなく、4名の潜水チームも乗っていた。ドラゴンカプセルが着水後、回収チームはカプセルを回収し、 陸に運ぶためにデッキに乗せてた。技術者はカプセルのサイドハッチを上げ、支給を要する貨物を回収した。これらの貨物は高速ボートに乗せられ、カリフォルニアに運ばれ、最終的に NASA に渡され、NASA は貴重な化学物品を取り仕切り、資料の飛行後の解析を取り扱った。残りの貨物は一旦ドラゴンが、テキサス州マグレゴーのスペース X の試験施設に到着してから、 降ろされた。CRS-1 のために準備が行われているドラゴン CRS-1 の打ち上げ時、ドラゴンは合計9 0 5キログラムであり、輸送機自身の重量を除けば4 0 0ラムの貨物を積んでおり、クルーへの補給品1 1 8キログラム、百166種の実行中の実験や66の新実験など向けの支援用の物資キログラム。 ステーション用機材設備 102kg、その他 3.2kg などであった。地上への降下時、ドラゴンは合計 905kg であり、輸送機自身の重量を除けば 759kg の貨物を積んでおり、クルー用品 74kg、科学実験品や実験ハードウェア 393kg、ステーション用機材設備 235kg、 宇宙遊泳用品 33kg、その他 25kg ほどなどであった。打ち上げ数ヶ月前、ピギーバック衛星として、ファルコン9の第2弾で 150kg の第2世代、オーブコム衛星試作機を打ち上げることが計画されていた。第2貨物は、ファルコンロケット打ち上げ時の第1弾エンジンが1機、故障したため、副貨物のピギーバック衛星もドラゴン投入軌道に投入された。 主要貨物の契約者である NASA は99%より大きい想定成功確率を要求しており、副貨物は ISS と類似した軌道傾斜角で、軌道の目標は ISS よりも高い位置であった。エンジン故障により、ファルコン Q は想定より多い燃料を使用しており、成功確率の推定値は95%に減少していた。このため、第二弾エンジンは、 第2回燃焼を行えず、オーブコム第2世代実験は、使用不能な軌道に残され、打ち上げ4日後に地球の大気圏で燃え尽きた。スペース X とオーブコム両者が、ミッション前に副貨物の衛星は、ドラゴン投入軌道の低い軌道に残るという高いリスクを知っており、これは副貨物の打ち上げ費用を劇的に低くしたことで、オーブコムが合意したリスクであった。打ち上げ時、 ファルコン9の第1弾の9機のエンジンのうち1機にエンジン以上が発生した。スペース X は数年前からファルコン9の第1弾はエンジン燃焼停止能力を持って設計されており、この能力で誤作動したエンジン数機を停止可能で、その状態でも打ち上げを成功させることができると強く主張している。打ち上げ中、c r s 一の第一弾は一番エンジンを停止し、 結果として、輸送機を予定通りの軌道に投入するため残りの8機のエンジンを想定よりも、やや水力を減少させて長く燃焼させることで、打ち上げは継続された。スペース X は、予定外の急速な分解に言及しており、これは、意図せずも、最初の飛行中のファルコン9の燃焼停止設計の実証となり、燃焼停止能力の明快な実証を提供したとしている。 この異常に対して NASA と SpaceX は共同で CRS-1 飛行後調査委員会を立ち上げた。飛行後調査委員会からの予備情報は一番エンジンのノズルの上の燃料ドームが爆発しなかったものの破裂したことを示している。飛行ビデオ記録に見られるようにエンジン停止前に終了した燃料燃焼はフェアリング破損の原因となった。 その後の調査でおそらくエンジン製造時に起こったエンジン機関被覆の検出されない素材の欠陥の結果と問題を特定したと議会公聴会で示された。飛行中データは素材の欠陥が最終的に主燃焼室の裂け目につながったことを示唆していた。この裂け目は主燃料経路の方向に高温のガスと燃料の噴射を解放し、 これが虹漏れの原因となり、エンジン圧力が急激に低下した。結果として飛行コンピューターは、第1エンジンを停止させ、ファルコン9は、ISS とのランデブーのためのドラゴン投入に向けて、工程を継続した。ありがとうございます。